ホワイトマン・ランズ・ヒムは、インディアンのクロー出身の戦士。他、ホワイト・バッファロー・ザ・ット・ターン・アラウンドという別名でも知られる。ジョージ・アーム・ストロング・カスター・チューサの第7騎兵連隊に、石膏隊として所属し、リトル・ビッグ・ホーンの戦いに参加し、クローの伝統的な敵であるスーや、シャイアンと戦った。モンタナ州のロジグラスにある、保留地で、 クローのある集落の長の息子として生まれる。1876年4月10日、18歳の時、アメリカ軍がクローの敵であるスーやシャヤンに攻撃を仕掛けるという話を聞きつけ、石膏隊に志願した。1876年6月21日、ホワイトマン・ランズ・ヒムは、同じくクロー出身のハーフイエロー・フェイスが率いる隊に配属された。隊には、ホワイト・スワン、カーリー、 ゴーザヘッド、ヘアリー・モカシンがいた。彼ら6人は全員がクローの出であった。彼らの上官はチャールズ・バーナム中尉であった。1876年6月25日の早朝、6人は軍を率いるカスターとバーナムに率いられ、リトルビッグホーン側の付近までやってきた。ホワイトマン・ランズ・ヒムたちは敵陣の偵察に出向いた。そこで、スーヤ、 シャイアンの野営地を発見した。野営地は谷底にあり、観察しづらかったが、それでもクローの戦士たちは大量の馬と多くの炊飯の煙を認めた。ホワイトマン・ランズ・ヒムたちは舞台に戻ると、カスターたちに敵の兵力が非常に大きいことを報告した。しかし、カスターは忠告を聞き入れず、攻撃の準備を始めた。カスターは他の石膏から、 スーおよびシャイアンの別動隊650人ほどが動いていると知らされており、ここで正面の敵を撃破しなければ別動隊と合流されてしまうことを恐れていた。アメリカ軍が不利な状況でも戦いをやめないと悟ったホワイトマン・ランズ・ヒムたち6人はアメリカ軍の軍服を脱ぎ、クローの伝統的な戦装束に着替え始めた。カスターがその理由を尋ねると、クローの戦士たちは アメリカ軍の兵士ではなく、クローの戦士として死にたいからだと答えた。カスターは、その答えに激怒し、6人を自分の部隊から叩き出した。これは、戦いの1時間前の出来事であった。ホワイトマン・ランズ・ヒムたちは、同じく叩き出されたアリからの石膏と共に、別動隊を率いていたマーカスリの少佐の部隊に、加わった。そして、後にリトルビッグホーンの戦いと呼ばれる戦が、 始まった。リノの舞台も、スーたちと戦いになったが、なんとか6人は生き残った。その後、クローの戦士たちは、援軍としてやってきたジョン・ギボン大佐の舞台に加わった。左から、ホワイトマン・ランズ・ヒム、ヘアリー・モカシン、カーリー、ゴー・ザ・ヘッドである。彼らは、戦いから生き延びた。1913年に、戦場後に集まり、この写真を撮った。戦いの後、 ホワイトマン・ランズ・ヒムはロッチ・グラスにある保留地に戻った。彼は同じ苦労で歴史家のジョー・メディシン・クロウに己の体験を聞かせた。彼の孫娘、ポーリン・スモールは後に苦労初の女性族長となった。ホワイトマン・ランズ・ヒムはリトル・ビッグ・ホーンの生存者としてそれなりの知名度を持つようになった。百二十七年、レッド・レーダースというハリウッドの映画に カメ出演したことがある。その後、リトルビッグホーンの戦いがあった場所から数マイルしか離れていない保留地に移り住んだ。1929年、ホワイトマン・ランズ・ヒムはその地で死亡した。現在、彼はリトルビッグホーン記念国定公園の墓地に埋葬されている。ロッチグラスのある湿地はホワイトマン・ランズ・ヒムが隠れた場所として言い伝えられ。 そこは、バッシュタシー・リンクルッシュ・エラクシャと呼ばれている。また、彼にちなんで名付けられた、小川、バッシュタシー・リンクルッシュ・アイソリザ、あるいはホワイトマン、エスクリークが存在する。ありがとうございます。